みんなーやっほー、越後やーときなだよー。前にときなにやってほしいことがあったらお便りくださいって言ったところ、今回もこんな DM が届きました。ときなちゃんへ、いつも動画楽しみに見ています。ありがとうございます。アナウンサーを目指しているっていうことですが、アナウンサーは滑舌が良くないとできません。なので滑舌練習の定番であるういろうりの朗読に挑戦してみてください。お便りありがとうございます。ういろうり、確かに滑舌の練習でういろうりは絶対するって聞いたことあります。あれ、まだお便りに続きが。ただういろうりを読むだけじゃ簡単だと思うので、足つぼをされながら挑戦してみてください。足つぼ？足つぼなんて、ときな、されたことないです。じゃあ、せっかくお便りいただいたので、今回は足つぼマットに乗りながらういろうりに挑戦したいと思いまーす。それじゃあまずは、靴を脱いで、それでは、行きます。やだなー、これ絶対痛い。まだ乗ってない。乗ります。乗ります。あー、これ痛い痛い痛い。これ痛い。痛い、これ。このままじゃ、ういろうり、呼びます。行きます。で、親方とホースはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが。あ、ちょっと待って。休憩。あ、ちょっと痛い。ちょっと待って。これは痛いぞ。これ体に悪いくらい痛いんですけど、大丈夫ですか？健康にいいの、本当に。続き、行きます。乗ります。あー、痛い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 、あー、痛い。だ、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 ちょっと待って、あー。江戸だって二十里かゆ方、老中小田原一色町を過ぎなされた青物町の青物町の青物町を上りへ追い出なされれば、欄干橋虎屋東衛門ただいま停発いたして、あやー痛い、空乗ります。ちょっと待って、休憩。これは痛い。これ体が痛んでるから痛いってことですか？五臓六腑多分悪そう。早く読めば早く終わるってことに気づいた。よしよし、うっ、あー、岩頂より大津ごもりまでお手に入れ、あー、すっごい今痛いとこあった。すごい待って、すごい痛かった。岩頂より大津ごもりまでお手に入れませるこの薬は、昔陳の国の当時ウイローという人、我が中行ったり味方で三大の檻からこの薬を深く込め置き、ジュール時は一流ずつ冠を隙間入り取り出すよって、そうなお味方より当鎮香とたまる、すなわち文字にはいただき国をいと書いて当鎮香と申す。はい、これ、はいはいはい、終わった。ありました。どうでしょうか？ちゃんと言えてたような気がするんですけど、いかがでしたか？はい、実は痛いなんてもんじゃありませんでした。でもどうでしょうか、言えてました？割といつもよりむしろ早く言えてたような気もしました。でもちょっと体が軽くなったような気もしなくもないような気がします。ということで、今回足つぼマットに乗りながらういろうり成功ということでいいでしょうか？うん、皆さんもうこういうのは送ってこないでくださいね。絶対ですからね。絶対ですよ、絶対ですよ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも忘れずに。